はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は女子硬式野球サムライという、チームに、取材に来ていますが、まあ、僕といえばグローブなので、まあ、皆さんの、グローブを紹介していただくとともに、まあ、野球を始めたきっかけ、だったりとかっていうのも皆さんにお伺いできればなと思っております。それではやっていきます。はい、そう、はい、ということでまずお名前をちょっとお願いします。みなよです。みなよさん、はい、はい、ありがとうございます。いや、楽しいですね。何が普通に、まあ、僕の方だということでちょっとグローブ持ってきていただいたんですけれども、はい、すごいですね、3つも。ベルガードと玉沢とアシックス、はい、結構守備位置、いろんな守備位置を守れるってことですよね。そうですね。おー、女子野球版殿崎シュータみたいな。ちょっと苦笑いしてます。主にはファースト。おー、なるほど。カラーリングがすごい、ファーストビットおしゃれだなっていうのは。オーダーですか？そうです、これだけはオーダーです、ね、他はもうオレンジ。まあまあまあ、一番味が出るグローブなので、うん、なのでもうもっともっと、はいはい、味出していってください、はい、ありがとうございます。お願いします。大丈夫ですか？キラキラ笑顔出ちゃうんですけど。あ、本日ありがとうございます。はい、下の名前をカメラに向かってお願いします。さくらです。さくらさん、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。で、ちょっと今グローブ紹介のコーナーなので、はい、グローブ前にドーンって出してもらって、はい、お、ウィルソンじゃないですか。はい、しかもこれバックスタイルが違うやつ。あ、そうです。ですね。はい、おー、で、外野用の背面紐同士で。はい。なるほどなるほど。なんか教えてやれ教えてやれ。なんかここに紐が入ってるんですよ、外野用で。たまに、まあ、強くなったり、打球に負けなかったりとかっていうのがあるので。で、なんかこだわりとかってあったりします？こだわり、母に買ってもらったので、おー、こだわりというか、本当に大切なものですか、ね、まあそうですね、はい、野球は小学校2年ぐらいからやってたんですけど、一回専門学校入ってトレーナーの勉強して野球やめたんですけど、はいはい、その一回やりたくなっちゃって。おお、本当に野球大好きということで。きっかけはやっぱりお兄ちゃんとか、そういうお父さんとか。あ、逆なんですよ。自分がやり始めて弟に影響を与えてしまったっていう。すごい、メジャーセカンドじゃん。すごい。何で野球いいなって思ったんですか？お姉ちゃんの友達がいつもなんかふざけてる感じなんですけど、うんうんうん、野球やってる時だけかっこよく見えて、ちょっとかっこいいのいいなって。あ、言ってた言ってた、女子プロのとある人が言ってた。そうなん、好きな人が野球やってるから。野球始めた人がいるって言ってた。いい。まあでもまあそういう始め方もありっすよ。ありっすありっすありっす。結局野球好きですから。結局野球やってもらえればねっていう。そう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 。なるほど。はい、はい、ありがとうございます。今後とも楽しんで、はい、一緒に野球盛り上げていければなと。お前何目線だよ。本当だよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、お名前をカメラに向かって。みやです。みやさん、はい、はい、ありがとうございます。で、今ちょっとグローブ紹介の時とかトークのコーナーなんで、ちょっとグローブ前にバーンと出していただいて。はい、ジームスのグローブですね。やべえ、すげえ笑ってるね。隠して隠して。これ多分三方針だなっていうのが分かるので、指の長さがちょっとずつ違ったりとか、あとはここに親指のところにレースが入ってたりとかで曲げやすかったりとかっていうのがあるので、まあすごい非常につかみやすいグローブっていうのが散歩しない。あれですか、自分でご購入されたんですか？あ、兄に高校入る時に買ってもらいました。おお、優しいお兄ちゃん。優しいお兄ちゃん。お兄ちゃん優しいですか？優しいですね。 お兄ちゃんもじゃ野球やってる。はい、やってました。野球一家。野球一家いいですね、なんか思いが詰まってるグローブっていう。そうですね、お兄ちゃんからもらったやつ、はい、大事にしてほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日はありがとうございます。下の名前をお願いします。ひかるです。ひかるさん、はいはい、お願いします。お願いします。で、今は、まあ、自分がちょっとグローブ好きなのでグローブ紹介、だったりちょっとトークのコーナーなので、まずグローブ前にドーンと出していただいて。おっと、これはもう売られていないグローブじゃないですか。え、ナイキですよ、ナイキ。狙いました。ナイキを。ナイキめちゃめちゃ好きで。あ、そうなんですか。そうですね、オーダーしたいなって思ってた。そうそうそう、もう日本じゃ手に入らないグローブなので。いけないです。本当にもう全身これも含めてナイキばっかりだからこっち。はい、ということで、なんかこだわりとかっていうのがあれば。こだわり全然ないんですよね。もらって。知り合いの方とか。ここの侍でやってて、今やめちゃったんですけど、はいはいはい、の人のお父さんもらって。すごい。優しい男性、世の中多いですね。なるほどなるほど。もう本当に手に入らないメーカーのグローブではあるので。
っぱ貴重だなっていうのはありますね。しっかりと閉じるように。これいただいた時からもうずっとこういうもうパタパタできる。あ、もらった時はまだちょっと硬くて使ってたんで。そうですね、公式野球やってればいずれ柔らかくなっちゃいますから。そうですね、もう3年ぐらい。おー、ちなみに野球はいつからやられてたんですか？小学校3年生からやってて、で、小6で少年野球卒業して、はい、こっち来て、そっからずっとやって。じゃあ中学から？中学からずっとここですか、はい、やば。公式野球の経験長すぎでしょっていう。公式やり始めるの怖くなかったですか？最初怖かった。怖いですよ、痛いし。怖いですよね。だって男でも怖いんだもん。そう、こいつも初めてだから。そう、今日初めて。やってますね、公式。もう怖くて怖いですよね。怖いし痛いしみたいな。公式どうですか？打っててやっぱり痛い時あるじゃないですか。あ、しびれます。しびれますよね、めっちゃしびれますよね。変なとこ当てちゃう。そうそれがちょっとね、公式は痛いなと思うんですけど、うん、はい、ありがとうございます。はい、ということで、ありがとうございました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、下の名前をお願いします。キズキって言います。キズキさん。はい。はい、お願いします。お願いします。はい、で、今はグローブ紹介だったり、はい、ちょっとトークのコーナーなので、まずはちょっとグローブこうやってガーンと出していただいて。はい、SSK の、これは外野手用ですか？外野手用です。で、オーダーですよね。オーダーで作られてたものなんですけど、はい。それを探してる時に。なるほど。はい。で、新品で買われたって。はい。あ、じゃあ店舗別注みたいな。はい。なるほど、なるほど。すっげー、こういうところに SSK のマークが入ってたりとか、はい、あとは、先がちょっと違うっていう。確かに違いますね。はい。なるほど、なるほど。うわ、かっけえ。何それ野面でかっこいい顔じゃない。ちょっと今までで気になってるのが、外野手用このウェブ多くないですか？あ、女子野球、あれでしょ、あのうなぎパイみたいな感じですよ。まあまあいいけど、それ昔一郎さんが使ってたような、うん、なんかみんな多いなっていうのは感じますね。もともと内野手だったんですよ、はい、で専門で外野やることになって、おやっぱグローブの大きさ違うから、やっぱ買おうと思って、なんかちょっと人と違うの欲しいなと思って。なるほどね。じゃあグローブマニアの道をちょっと行きそうな感じだよね。ハマったら沼から抜け出せなくなったなってこいつみたいに。グローブ欲しくなりますね。そうですよね。めちゃくちゃ開きますね。すごい。ここに深いポケットで。深いポケットを作って、まあ、自分はここで指出してます。あ、そっち側に、ポイニーだから。あ、ここで、はいはいはい、ここで行って、ここに行って。あー、なるほど。確かに一回入ったらずーっと掴んでられるようなグローブです、はい、野球はいつからやられたんですか？野球は小学校4年生ぐらいから始めたんですけど、一回中学校でやめちゃって、はいはいはい、でまた高校から始めました。なるほど。始めた影響とかっていうのは、小学校低学年の時に、まあはい、まあ、おじいちゃんがプロ野球見てて、うん、それを一緒に見てたのもあったんですけど、公園とかで男の子と一緒に野球やったりとかで遊んでたんで、そこから野球部に入らないかみたいなって。あー、なるほど、なるほど。そうですね、すごいよ、野球が盛んな地域に生まれてくれたって。そうですよね。もう今その辺でキャッチボールやってる小学生とかいないですもんね。あんまりいないからね。そうね。いや、生まれた場所が素晴らしかった。はい、はい、ありがとうございました。今後も、頑張って、やっててください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今皆様のグローブの方を撮影して、きましたが、まあ、皆さんのこだわりのグローブや、まあ、野球始めた、ルーツなどっていうのもいろいろあるんだなというのを知れてよかったです。まあ、ちょっと僕も、緊張してしまったので、次回以降はちゃんと喋れるように頑張っていきます。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。